はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん、牛の胃が4つあるのってご存知ですか？牛の胃は何度も紹介しているので、もう知っていますよね。今回はその一つである蜂の巣をご紹介します。以前にも動画にしましたが、今日であなたも蜂の巣マスターです。それでは早速やっていきましょう。これが蜂の巣です。以前紹介した蜂の巣は完全未処理のものでしたが、今回は周りの黒っぽい皮は処理されています。一般的にこの状態で出回ることが多いです。蜂の巣とは牛の第2の胃で、第1胃袋がミノ、第3胃袋が狭い、第4胃袋がギアラと呼ばれています。この蜂の巣は反芻といって、飲み下した食べ物を第1胃袋に戻したり、第3胃袋へ送ったりするポンプのような役割をしています。試験に出ると思うので、第1胃袋から第4胃袋まで、ミーの蜂の巣千ギアラ、とでも覚えておきましょう。皆さんもご一緒に、ミーの蜂の巣千ギアラ、声が小さいので、もう一度、ミーの蜂の巣千ギアラ、これで覚えましたね。ちなみに、この蜂の巣が4つの胃の中で一番小さいです。見た目が蜂の巣に似ていることから、こう呼ばれるようになりました。それでは、下処理をしていきましょう。汚れや余分な油が残っている場合は、流水で洗って、きれいにします。次に、沸騰したお湯に入れて、アクを取りながら煮ていきます。ネギの青い部分も入れると臭みが取れます。1時間半から2時間煮込んで、再度流水で流して下処理は完了です。煮込むとこんな感じです。なんだか椅子の上に敷いて卵を踏んでも割れなそうな見た目をしています。次に食べやすい大きさにカットします。今回は少し食感を残してありますが、トロッとした食感が好みなら長く煮込むのもありです。焼肉と今日はトリッパを作ります。ボウルに味噌だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れて混ぜ合わせます。お皿に盛り付けて完成です。次にトリッパを準備します。まずは人参の皮を剥いて細かくみじん切りにします。同じように玉ねぎ、ニンニク、セロリもみじん切りにします。油を引いたフライパンにバター、玉ねぎとニンニクを入れて軽く炒めます。人参、セロリを加えてさらに炒めます。全体がしんなりとしたら、ここに蜂の巣を入れて白ワインを加えます。次にローレル、タイム、トマトペースト、水を加えて弱火で煮込みます。ブラックペッパーで味を整えて、ある程度水分がなくなったらお皿に盛り付けます。最後にパセリとブラックペッパーを振ったら完成です。それでは食べてみましょう。いただきます。今日は皆さんご存知、ヒューガルデンのロゼを飲んでいます。色はいかにもロゼ色で、ヒューガルデンのホワイトビールにラズベリー、リンゴ、イチゴ、ベリーの果汁が入っています。フルーティーな香りと甘く優しい味をしています。 3% と低アルコールなので飲みやすく、瓶も可愛いのでちょっとしたパーティーとかで飲みたいです。今まで何種類かこういったベリー系のビールを飲みましたが、一番好みです。それでは蜂の巣を食べてみましょう。まずはトリッパです。うん、柔らかくて美味しいです。イタリア版もつ煮込みですね。日本人も馴染みのある味です。これでパスタ作っても美味しいですね。次は焼いて食べてみます。焼肉屋で提供される蜂の巣は基本的には下処理でボイルされているので、表面が焼けていれば食べられます。自分は軽くタレが焦げるくらいに焼くのが好きです。コラーゲンたっぷりの弾力のある食感と、あっさりとした食べやすさが最高にうまいです。牛の胃全部好きですが、個人的には蜂の巣かギアラが一番好きですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。蜂の巣リメイクいかがでしたか？ミーの蜂の巣千ギアラだけでも覚えて帰ってください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。